はい、アメリカの皆さん、こんにちは、コッシーです。ってことで、ですね、ただいまちょっと結構大変なことが起きてまして、もう2日前ぐらいに、動画を撮ってたんですけど、マスカの音声が入っていませんでした。ってことで、もう一回撮り直そうと思います。ってことで、初めてやった感じで撮ろうと思うんで、皆さん、あ、この人演技してるんだなって思わないようにしてください。今日のやる選手はこちらです。ドン、ね、二人外最新シリーズです。まあ写真はね、あの去年のアニバーサリーの時の写真なんですけど、まあ、ミートはちょっと上がったんですけど、パワーが、1下がってパワー A じゃなくなりました。まあ小5でパワー A には行くんですけど、まあでも他にユーティリティだし、まあ超アーティスト降格で連発のところが存在感になったことで、まあ全出しが可能でミートも上がるということで、まあ結構使い勝手がいいんじゃないかなって思います。ここまで言いました。何話したっけなーってところなんで、まあ、早速外を使いながら、やっていこうと思います。外は今回2番で、入れようと思います。ピップさんがなんだっけ、この前の動画でなんだっけ、プロスピングダウンをやるみたいな、やりたいみたいな、ちょっと考えてるんですけどって話してて、それ見てて、うわ、めっちゃ面白そうじゃんって思いまして、まあ1プロスピユーザー、1ピップさんのYouTube ファンということもありまして、そういうのもあって、お、いいじゃんと思ったんですけど、まあ何が言いたいかっていうと、出たい、普通に面白そう、イベントとしてって面白いやん。まあ、昔からねイベントは好きなんで、うわ、相手メルセデスかよ。はい、やっていきたいと思うんですけど、まあ、外は超広角アーティスト、お、ナイスホームラン。まあ自分実力はあんま伴ってないんですけど、まあ、ビップさんの、プロスピングダウンをやるってなったら、マジで出たい。もう、第一希望。自分がこんなこと言うのはあれだけど、絶対、いや、これ自分で言うの恥ずかしいな、なんか。恥ずかしいってか、ただのなんか、勘違いろみたいになりそうだ。出たら出たで、ちゃんとやる。ちゃんとやるって言い方もおかしいな。なんか、なんだろう。面白くするっていう、あれ言うのもなんか、おこがましいのかもしれないけど。あー、振り遅れた。まあ、出たいっていう決意表明。絶対出たい。別になんかそれで有名になりたいとかじゃなくて、どっちかっつったら、おいナイス、イベントごとを自分で自分のその目の当たりにしたいというか、やりたいんだよね。おいナイス、マジか、調子いいな。なんでビップさん、よかったらこの動画見てたらどうか選んでください。お願いします。絶対に面白くします。調子いいな、ホームラン連発は。最近ね、ヒゲ伸びるの早くなってきてね、やばいんだよね、マジで。マジ、1年前、2年前なんて2週間に1回剃ったらいいぐらいだったのに、今はもう1週間でこんなヒゲ生えちゃうからな、やばいよな。結構あんまヒゲとか生えないで有名だったのにな、小さい頃っていうか、まあ、中高の時は。あと、プロスピファンフェスタがあるじゃないですか。3月12日かなに、あれも行きたいんですよね。あれ言ってね、他のプロスピのユーザーとね、関わりたい。話したい。あんま周りにプロスピやってる人あんまいなくて、まあ、俺が知ってるだけでも、でも2、3人ぐらいしかないんだよな。あ、やばい。あー、強制できたのに。佐々木朗希のユニフォームを買いました。ホームじゃなくてビジターなんですけど、ホームは、ちょっともう買えませんでした。いや、本当は売ってたんだけど、ユニフォーム発売の日を知らなくて、友達に、え、急にも発売だったけど大丈夫って言われて、ってなって、急遽見たら、ビジターだけギリ残ってたんで、ビジターを買いました。でも実際、ビジターの紺色と、ちょっと赤のラインが入ってるのを好きだったんで、まあ、結果オーライではあるんですけど、まあ、実際ね、ホームの、黒の、縦線みたいな、縦縞みたいなやつは、ロッテに似てるんで、まあまあ、だったらまあ、ちょっと雰囲気の違う、紺色でも良かったんじゃないかなと思ってたんで、まあ、結果オーライではあるんですけど、ホーム用のユニフォームかっこいいよなっていう。本当にそういう時に限ってね、学校あったりとかね、バイトがあったりとかで無理だったんだよな、本当に。やべ、それは、なんだっけ。お、全出し、ちょっと一回黙ります。これ、あ、そう、存在感あるおかげでミートが70いくんですよね。いやー、バカー、振り遅れたー。本当はここの外のところに、菊池選手、守備 S のところ入れてるんですけど、今回はまあ、外使ってみたなんで、まあ、そのまま入れておこうと思います。それでも、ね、お、全出し。
オッケーナイスヒット。これが広角。これが広角の力。スキーしかなくて。オッケーナイスホームラン。山内選手ナイス。もう試合ぐらいやって、外、ホームラン打てるかやるか。え、その噂は、落ちる前の噂じゃねもしかして。写真変更してるだけかなもしかして。写真変更してなかったらすごいですよ。だって。俺もこの前まで持ってた、落ちないフォーク。いや、普通のフォークの時の噂じゃん。だツーシームない時の。あ、いや、写真変更してるっぽいな。いや、写真変更してるな、これは。あ、してるね。あぶねえ。うわあ、広角出ないか。ただ、フォークを打てばホームランになりやすい。オッケー。いやあ、わかんなかった。わあ、まあ、ナイスヒット。ということで、まあ、外は使いやすいということで、よろしいでしょうか。ちょっと、ホームラン打つまでやってもいいんだけど、時間かかりそう。延長になりました。ということで、ヒット1本打ったら回る可能性が高いです。このままいくは8、9、1なんで。あー、ちょっとね、噂は打てなくなっちゃった。ギリマイナス1じゃないんだな。オッケーオッケー、フォーボールでもいいよ。いやー、ちょっと待ってくれ。これで、これで、これで。大丈夫大丈夫大丈夫あぶねー。いやー、ちょっと待ってくれ。オーケーオーケーオーケー。よし、ゲッツーさえやらなければ回ってきます。パッパッパッ早すぎて分かんなかった。おー、外。広角出てくれよ。おおおおおー、やったー、ホームラン。なんかの動画の続きで多分この動画があると思うんですけど、今ただいま深夜3時でございます。ってことであんま大きい声は出せないんで、ものすごくちっちゃい声で、やらせていただきたいと思います。今回はベスト9の、契約書第3弾の契約書を引いて、その後多分使ってみた動画の続きになってると思うんで、そのまま使ってみた動画に行きたいと思います。欲しい選手は、第3弾あんまいなくて、見てみましょうか。欲しいのは、まあ、も、極みにできるとしたら、殿崎、殿崎ぐらいかな。あ、戸郷はまあ当たったらまあ使いたいかなぐらい。ミーパー同時にしたいし、あ、ミーとスタミナ同時にしたいしね。あとまあ、菊池はまあ別に、持ってるけど継承しないしな。それぐらいかな。欲しいのはまあ、殿崎、戸郷、その二人だけだと思います。今回もほん、あー、3時になっちゃった今。ついでにこの S3 契約確率 10% も、じゃあ引きましょうか。じゃあ、まず 10% 契約書からいこうか。本当にもう、あんま大きい声マジで出せない。多分ね、大きい声出したら怒られる。まあ、10% はね、マジで期待してないんで。高井周平。もう今、マイクにめっちゃ声じゃねえや。口近づけて、ゆっくり喋ることで、マイクの音量を保たせています。さあ、誰か。できれば、トゴが欲しい。トゴの方が強い。はい。バン。